俯瞰が車のタグを負けた。そして運転手が無免許であることが判明した。こんにちは、免許証を持って出かけてください。ミニから出て車から出て。あなたは私に何をやめるべきか教えてくれません。あなたは免許を持っていません。私は免許を持っていません。私は免許を持っていないのですが、どういう意味ですか？あなたは免許を持っていないと言ったばかりです。運転免許証を持っていません。車から降りる必要がなかった。運転免許証を持っているとき、もう一度感じ、今すぐ車から降りてください。車からハフロしてあげるから大丈夫。何のために車から降りる？車から降りてと説明したところです。最後に何のために、のって言うちゅうよ。何のために私を止めているのか教えてくれませんでした。なんだ、車から降りろ。え、牛黄色い車。黄色。チー。お母さん。お母さん。逮捕して死を道に戻してください。ママ、ママ。なぜ人前でこんなことをするのか。私の息子の、停止。停止。やめて、紙に使うよ、ビッチ。みんな出て行けよ、紙に使って、ビッチ。なんだ。停止。え、とても不動く。ちなみに意地があって、次元、一体何をしているんだ、兄弟。あなたは私をこうしたパリます。あなたは私をこりやパリます。冷静になる。はい、私たちはそうです。あなたは、ダイブ中だよ、ニューさん。お母さんに電話させてもらえないとか、何もしないとか。やめて、キョンさん。ヒダ、お母さんに電話させたり、何も電話させたりするつもりはないよ、兄弟。車に乗ってください、ギュンさん。あなたはポケットに入っています。いいえ、ポケットには何も入っていない。ママに電話して車に乗って、ママに電話して車に乗って、目に電話して車に乗って、ママユーに電話して、で、ションディ、ションディ、兄弟、神に使います。あなたの体のケアは一体何ですか、兄弟。大丈夫です。何？神に強いよ。君は私の若ちゃんを車に乗せてくれたんだ。ママに電話して、私は誰にも電話してないよ。あなたは。最後の二つの叫びを繰り返してもらえますか？聞こえませんでした。悪そう。彼女と少しでも話しましたか？彼女は間違いなくこの車をあげに来なければなりません。彼女が車に乗れるような一流車両はない。車の中でかちゃん、はい、マカちゃんです。はい、大丈夫です。車にテディベアが乗っていますね。私にはそのようなものはありません。ステッカーを貼って彼女の ID カードを探しているかもしれない。やります。すぐにトーストを作ります。なぜならチケットを書くときはポップオーベイを確認して追記するだけです。それで私のカちゃんはどうなるの？サカちゃんを迎えに来るように誰かに電話させてくれませんか？わかった。それではいつやるの？それはフンティエグです。あなたは私のカちゃんの前でそんなことをしたばかりです。いいえ、あなたがそうしたのです。いや、なんだ。あなたは何のために牛を止めているのかさえし教えてくれませんでした。あなたは大丈夫とは言いませんでした。あなたは酔いませんでした。免許証は持っていますか？車から降りてください。牛を車からひったくりましたか？今までそんな風に止められたことはなかった。なんでつまずくの？つまずいている兄弟。あなたの名前は何ですか、兄弟？あなたの名前は何ですか？
あなたの名前を教えてください。主題です。寒いです。死ができないよ、兄弟。純粋攻めのフロスか何かが必要です。アプリをオンにする必要があります。そしてこれらのヘアカットはホットです。これらのヘアカットは兄弟のようにホットです。周りの外へ出ることを約束するよ、兄弟。神に違って黄色い命を強いてる。神に強いよ、あのドギョロは。誰のところに行かなくても、あなたをそこに連れてやなってあげるよ、ビッチ。来週は声で見られるといいな。兄弟、まっすぐに、まっすぐにまっすぐに。で、計画が必要なので、あなたの名前を教えてください。あなたの名前を聞きましょう。あなたの名前を聞かせてください。あなたの名前を聞いてもいいですか？あなたの名前を聞いてもいいですか？そう、神に使うよ、兄弟。あなたは誰ですか？あなたの意見は誰ですか？あなたは誰ですか？あなた自身のキャプテンは誰ですか？あなたのキャプテンは誰ですか？あなたのキャプテンは誰ですか？そうです。そして足にあざができました。そうそう。君たちは刑務所に残るつもりだよ、兄弟。そして足にあざができました。それはあなたが抵抗していたからだそうです。そうだ。私はこのたわごとを試してみるつもりだ。わかった。お金はたくさんある。それを見てみるつもりだ。そうだ、ビッチをやるよ。そして理由もなく柵にあざができました。お兄さん、わかった。見てるから君が行くときは、普通に話せるように今誰かに電話させてください。で、そうすれば誰かを血名前ることができる。ここに来て、ママに電話できるように迎えに来てください。電話番号は何ですか？ちょっと待ってください。352は今です。ここは7番目の550人保健事務所です。セントラルパークに来られますか？彼女は刑務所に行くことになるだろう。でも、彼女の息子を迎えに行かなければならない。彼女は大丈夫だ。彼女は大丈夫です、私は。それは完全に理解しています。はい。彼女は先を読んで先を読んでいる。彼女は刑務所に行くことに怒っている。でも彼女はジムちゃんの前で見て電話する。赤ちゃんの世話を確実にしようとしているだけです。わかりました。ありがとう。問題は彼女がママに向かって叫んでいることだ。彼女は何が起こっているのかをママに話さなかった。彼女は叫んでいる。何かが起こったと叫んでる。だから彼女は何かが起こっているのではないかと心配していました。だからママ、私のおばあちゃんが来るよ。でも彼女はあなたをここに乗せてくれた。監督者に電話してもらえますか？犬が怖いのでお願いします。監督者に電話してもらえますか？犬の危険が怖い。君たち二人の警察以外に誰かここに必要なんだ。予備に電話してもらえますか？予備に電話してもらえますか？予備に電話してもらえますか？今、自分の人生が怖いです。このクソは目の収集ティーにアザを残す。そして私はそのクソを手放すつもりはない。でもこのクソはクレイジーだよ、兄弟。このクソは丸のようにそこから取っていく。監督者を呼んでいただけますか？別の警察官を呼びますか？別の警察官を呼んでもらえますか？何をしているのですか？ドレスを下ろそうとしているのですが。一体なんだ？お前らはクソもやってないのか？クソをシスティだ。そして私は目のこのアザをま見ようとしているのです。お尻の亀裂をまんこしない？神に清います、ビッチ。私はまっすぐに死ぬ必要があります。ビッチ。別の警察官を呼んで来てもらえますか？だから他の警官が私を刑務所に連れて行くことはできない。ああ、刑務所に連れて行きます。わかりました。まあ、他の警官がここに来ることはできません。彼が私に話せますように。10時15分にあなたがそう言ったから電話しています。ここは安全ではないと感じます。死にあざができた、ここにいると安心できない。そう、彼女は幸せじゃないから騒ぎを起こしているんだ。騒ぎを起こしているわけじゃないけど、君はその場面を捉えたね、兄弟。あなたはその現場を捉えましたが、私は安全ではないと感じています。あなたは本当に無駄だった。そして私は黒いガラクタも欲しくない。ここには黒人警察はいない。両方の人種の皆さん。ファック兄弟。君たちは両方とも。彼の誕生日を違う事件にレスをする。あのダチは痛いどんですか？死のように猫のお尻の次元。そのダチはあなたのために。ビッチ、あのダチがあなたのために。だって私ではなくあなたに止めを刺すから。あなたの猫の周りの事件。こんにちは、奥さんさん、こんにちは。ここにいるのは安全ではないと感じます。わかりました。いえ、安全だと感じています。大丈夫じゃない。全然安全じゃない。大丈夫。警察からこのような採用を受けたことは一度もありません。そして私はあまり大丈夫ではないと感じています。奥さん。そうじゃない。足にあざができた。あなたは私が安心できるとは思っていませんでした。線に話させてくれるのね。どうぞ、あなた私に尋ねただけで安心すると言いました。
わかりました。それでは別のことを聞きます。でもあなたは大丈夫ではないでしょう。わかった。なぜ安心しないのか。なぜそうしないのか教えてください。ひったくられたから、足の前にあざがあります。安全じゃないよ。大丈夫。ダジャンファ。なぜ止められたのか理解していますか？イエス、私はしません。あなたが車に向かって歩くとき、私は大丈夫ではありません。彼が猿寝たのは、私が身分証明書を持っているかということだけだった。説明してほしい仕事はありましたか？それは何だったのか？ナンバープレトリだと呼ばれるものがありますが、大丈夫です。通過すると自動的にポップアップします。私は車にそれらを搭載しています。ちょっと待ってください。わしゃたちのために設定してください。なんで止められたとしても教務所に行くよ。ちょうど乗れたので安心です。あなたはあなたをキャプテンと呼んでいますか？私が責任者です。あなたはキャプテンではありません。あなたではありません。あなたがここの責任者です。担当者じゃなくてごめんなさい。あなたは船長ではありません。これがあなたが刑務所に行く方法です。わかりました。それは制御者です。大丈夫です。はい、先生。そこに連れて行ってもらえますか？育ちのことを少し手伝ってくれませんか？少しきついので。あれではなく、これは非常にきついです。正しいもの、正しいもの。わかった。あなたはそれがきついというので、私はそこに血を入れました。わかりました。リを入れてもいいよ。見てください。ここで見てください。そうすれば大丈夫です。大丈夫。そう、きつく来ないよ。いいえ。大丈夫。緩まないとは言ってないよ。私はただ、きつくないことを見てほしいと言っているだけです。あなたは手を動かし続けます。一つロックを解除してあげます。一つの理由でやります。でも私にできるのは1や2、彼が私の車を牽引していることだけです。そう、それが私たちがしなければならないこと。それは彼に伝えることです。それはただ待っているだけです。ここからお金を持ち出さなければなりません。ガフラはあなたのものを大事にします。信じて大丈夫。手をそこに置けばもう十分に見えます。その方が良いですか？待ちましょう。その方が良いです。大丈夫なことは何もない。でもなぜ私の部屋かを牽引しなければならないのですか？死の神であるフロリーダー州が牽引すると言ったら、フロリーダー州が牽引すると言っているので、私たちはそれをしなければなりません。無保険で何のために牽引するのか。それがそれです。そして私の保険はそこに入っています。彼は私にそれを求めさえしませんでした。奥様、こちらです。ここで何が起こったのか。ここで起きたことは経済的責任です。それであなたがしたのは保険会社を変えたということです。はい、でも、切り替え源の人には伝えてませんでした。それで、あなたは保険に入っていないと言われます。フランシスコ。チウノマナカマではありません。それはおかしい。別の警察官を呼んでもらえますか？店長に電話してもらえない気がする。他に、誰か船長に電話してもらえますか？いいえ、根長に電話してもいいですか？このたわごとを出させてください、兄弟。さあ、私を連れて行ってください。さあ、私を教務所に連れて行ってください。さあ、私を刑務所に連れて行ってください。ここから出してください。ここから出て行けよ、春季。すぐに行って、私を教務所か何かに連れて来わってください。ここから出してください。まっすぐに来て。さあ、先に行きましょう。ここから出て行け。世話長に電話してください。船長に電話してもらえますか？だって君たちはみんな一番一悪だからね、兄弟。あなたは最もイディアガな兄弟です。すぐに船長に電話してください。トム、あなたのことは気にしません。教官、ね、来て私を教務所に連れて行ってください。または教員長に電話してください。何のために死のことを調べているの？それが私たちが今しなければならないことだ。なぜ彼はそんなことをしたのか。ここに寒いたらそうするから。なぜ彼はそうしなかったのですか、クイさん。彼はあなたたちが、意地悪な猫のお尻のクラッカーに押していることをやっていました。マンコをひじこつく。あなたは、一の悪い事件です。